コロマンデル海岸沿いの地域ムッシュ D アンビルによる地図ヨーロッパ諸国のインドにおける拠点コロマンデル海岸はインド南東部の海岸。クリシュナ川の川口からカリメール岬に至るまでの海岸を指す。全長は約7 2 0キロメートル。なお、コロマンデル地方は歴史的にはサントメとも称した。いわゆるサントメ柄はチェン内南部のマイラポールさんの島模様の綿製品に。 由来する1530年代末までに、ポルトガルが3カ所の交易拠点を設けた。しかし、17世紀になると、オランダにナーガパッティナムなどを奪われ、コロマンデル海岸への影響力を失った。一方で、オランダがソットラス、コーブロングなどにも拠点を置き、イギリスも17世紀前半にマスリパタム、マドラスなどに召喚を立て、マドラスに、 セントジョージ要塞を建設した。フランスもポンディシェリー、カーライカール、ニザームパトナムなどに拠点を置いたほか、デンマークもこの地域への進出を図った。こうしたヨーロッパ諸国による進出は、インド産綿布を扱うことを目的としていた。最終的にはイギリスがこの地域を確保したが、わずかながら、フランスもポンディシェリーなどに拠点を保った。 南インドレ々にチェン内飛躍する南インドの港湾都市町ごとパブリッシング2016年81から82ページありがとうございます。